佐伯ブーリリンは、日本古代の五世紀後半の人物。別名は、佐伯ベ部中子。李中天皇の巫女であるいは堺女編をしい和巫女に、とばりないとして仕えた。古事記には登場せず、日本初期のみに現れる人物である。初期巻、第十四によると、暗公天皇が暗殺された後、弟の大発瀬若竹王子は、 有力な行位継承者であり、先定が工事を委ねようとしていた岩、は、坂市編押し岩美子を恨んで、イノシシ、鹿狩りに女と寄せておびき出し、射殺してしまった。これに驚いた、随身の佐伯ブーリリンも、巫女の死骸を抱きかかえて泣き叫び、頭と足の間を行ったり来たりしているうちに、大発瀬若竹王子によって殺されてしまった。初期巻、第15によると、その後、 死辺押し岩巫子の子である、建造天皇は、大御国期打女のか屋や,やに、父の遺骸を発見したが、その時には、ウリリンの骨も混ざっており、分別することができなかった。岩坂巫女の乳母は、ウリリンの上の葉は抜け落ちているから、そのことから判別すればよい、と根性した。なお、古事記によると、主人である、死辺押し岩巫子も、サエグサ女子押しば、すなわち家系が三つに分かれている。 山百合のような刃をしていたとあり、それゆえに、四配をしわ美子と呼ばれていたようである。しかし、以上のような特徴があったけれども、胴体や手足などは、美子と、ウリリンの遺骨とを完全に区別することはできなかったため、かややの地にそれぞれ似せて同じ大きさの二つの御両を造営したという。その後、時代の人間天皇の時に、 広く国軍に散らばって逃亡した再起部を探し出し、ウリリンの子孫に再起作りの姿勢を与えている。ありがとうございます。